どうもねずっちです。18歳を成人にしようなんていうね、話になってますけどね、実現するんですかね。でもこれ18歳で成人になってしまうと成人式はいつやるのかなと思ってね、受験の直前にやるっていうのはちょっとなんかかわいそうなね、気もしますけどね。僕は成人は20歳でいいと、現状維持でいいんじゃないかなと思いますね。なぜならね、成人式とかけてね、今となっては大した問題ではないと説く、その心はもう重大ではないんですっていうね、謎かけができなくなっちゃうからね。まあ大した理由じゃないけどね。この謎かけができなくなったとしたら他どんな謎かけがあるかなと思ってね。例えば成人式とかけてね、お前おならしたなと説く、その心は音鳴って言われますとかね。あと成人式とかけて天気が怪しいなと説く、その心は降りそうでみたいなね。それか成人式とかけて先祖の供養と説く、その心は墓まで行ったりしますねずっちですとかね。結構あるね。また。